まあ、だけどこれ見た人ね、みんなが言うのはなんかもう一回家族と話ができしやすいっていうか、なんか家族と話してみたいねとか、なんかそういう気持ちになった人が多いみたいですね。なんかまあちょっと僕的にはそこまで意識はしてなかったんですけど、なんか特に若い人がやっぱ両親とかおじいちゃんおばあちゃんとなんかもう一回ちゃんと話してみたいねっていう気持ちになったらしいです。私はお就活っていうタイトルの中、総裁ディレクターという、まあ、ある種直結するようなイメージがの役柄ではあるんですけど、ただこの映画に携わってこの桃井さんという役を通して感じたのは、やっぱりちょっと縁起悪いわっていう、ちょっと敬遠しがたい死に対するイメージや、そこに対する心の整理や向き合い方みたいなものをちょっと遠ざけたい気持ちは正直あったけれど、この映画と役を通して初めて一悩みさんでこうセミナーの講義を受けさせていただいたりとかして感じたのは、いや遠ざけるんじゃなくて、むしろ自分から前のめりに知っていくことが大事なんだろうなっていうことを初めて気づかされたんですね。でそこには大切な、まあそれこそ映画の中の役に立つじゃないですけど、知っといて自分にとってそれを選択してチョイスしていけばいいだけの話であって、何もそんな怖がることなんてないんだなっていうのを初めて知って、あ、お就活って前向きなことなんだっていうことを知れたんです。なのでこの映画を通して演じた時もそういう思いを込めましたし、また見ていただいた方の心の残り方も多分ハッピーな方が強く残る映画になるんじゃないかっていうふうに思いましたし、自分も演じててとても楽しかったです、はい、完璧な答えだ素晴らしい素晴らしい拍手が起こりました。以下同文って言いたい まあでもそうですね、僕らの年代ってまだちょっと正直、まあ就活ってちょっと遠いイメージだし、自分がじゃあ死に向かっていくためにどう生きていくかっていうよりは、その日その日を一生懸命生きるっていう方がまだ僕らは強いし、まあ下の世代ももちろんそうだと思うんですけど、でもこの作品をやったことによって、その両親だったりとかおじいちゃんおばあちゃんとの時間を大事にする、で孫として、会える時に会いに行く、電話してあげるっていうのも、おじいちゃんおばあちゃんにとってはこの時間が結構就活になっているんだなっていうのはこの作品を通して気づいたことですし、うん、あとはそうですね、まあ、この当たり前、家族がいて当たり前だったりとか、まあ、そういう、ね、両親の馴れ初めとかってちょっと気持ち悪くて聞きたくないじゃないですか。でも知ることってすごいいいことなんだなっていうのもこの作品ですごく出てますし、っていう部分でなんかまた違う僕たち世代の見方っていうのがこの就活はできるのかなと思って、だからタイトルだけ見るとやっぱね、ちょっと年配の方向きなのかなと思うんですけど、全然そんなことなくて、本当に幅広い年齢の方に楽しんでもらえる作品なのかなって思いましたね。完璧まずセミナーっていうイメージがなんとなくこう押し付けられるんじゃないかとか、何かこれを買わなきゃいけないんじゃないかみたいななんかそういうなんていう潜在意識というか、これもう本当に失礼な言い方ですけどね、でも正直なところそんな風に人って思っちゃうんじゃないかななんて思いながらセミナーを受けてたんです。で聞いているとそうではなくて、実際に本当に日常生活知っておいた方がいいことと、あとどちらかというとさっきもおっしゃってましたけど、私たち世代が実は聞いてて知っておく方が親との会話も、例えば何か考えるにしても親がどんな気持ちなんだろうとか、一緒に話を会話をするきっかけの一つをこちらから提案できたりとか、なんか就活というと年配の私たちの親の世代が積極的な活動をするみたいな、なんかイメージがあるものを、そうじゃなくサポートする側、そして一緒に考える側っていうのが大事なんだろうなっていうことを感じたんですね。でやっぱりこう講習をこう受けると、もちろんトークもお上手っていうのもあるんですけど、
そうやって一それぞれの家族とそれぞれ一個人をすごく大切にして、そしてその人のとっての家系がありますよっていう話をされてくると、あ、そっか、私自分で考えればよくて何かをこう押し付けられることじゃないんだっていうので、ちょっと180度変わったんです。そっからイメージが、でその変わったイメージをやっぱり総裁ディレクターっていう役をやるときに、いや押し付けるんじゃないですよ、一つの提案ですよ、一つこういうこともありますよ、こんな世界観なんですよ、知っといていいですよっていう雰囲気を醸し出せるような人でありたいなと思ったんですよね。それ感じたものをそういう役を通して、そのちょっと縁起悪いよって言われてしまう葬儀社の方たちに対して、いや実はそっと寄り添ってくれて、実は人生にとってとても大事な、どうしてもあの サポートしてもらわなくちゃいけない、そしてご依頼することが必ず起きるっていうご職業の立場の方なので、なんかそういう思いを、私はちょっと長くなっちゃいましたけど、その講義を受けた時にあのすごく180度変わりました、イメージが。その新入社員っていう役なので、はい、まあ、その How to でガイドラインを読みましたけど、まあ、監督にも全部入れすぎないでっていうことなので、まあ、ベース、あとその葬儀会社どういう仕事をしているかっていうことをすごくあの勉強させていただいて、まあ、倉庫とか見させていただいたんですけど、まあ、今外国人労働者の方が多いということで、もちろんこう仏教もそうですけど、違うその海外の宗派だったりとか、そういうものの祭壇が用意されていたりとか、家紋表がたくさんあったりとか、こういう部分でなんかやっぱ人が亡くなることを扱うお仕事で、やっぱ人の数だけいろんなケースがあるじゃないですか。それにどれだけ対応できるか、寄り添えるかっていうのをすごく大事にしているっていうのは、こう役を通さないとわからなかったことですよね。ありがとうございます。はい、なんか変な漫画。いやいやいや。やめましょう。この。この辺の一回。多分主役っていうのでとてもこう力入ってたんだと思うんですけど、そういうものを見せなかったんですよね。でそれが素敵だなと思っていて、何かすごい頑張って多分すごい熱いものを持ってたんでしょうけど、あえてそういう力を抜けて、なんか逆に降りてきてくれるというか、身近にこう接してくれるっていうような対応してくれたので、そういう意味では優しいなっていうふうに思ってました、最初の印象は。はい、そこから役を通してドジっぷりだったりとかいろんなことを見て、いろんな表情を見て、あのもっとあの弟キャラ見たく私は見てましたけど、でもボイメンではリーダーなので、多分兄貴キャラなんですよね、普段は。まあ、どっちかというとそう。兄貴系ですね。はい。でもその感じでとても素敵でした。いや、まあ主演だからといって僕がこういろんなことをやるっていうの。でもう及ばないぐらいベテランの方々なので、よりもこう一生懸命この作品に打ち込む、でもちろん今宣伝も僕一生懸命やってるんですけど、まあ、それが一番のお返しだなと思って現場に行きましたね。はい、あ、まあそうですね、最初はやっぱね、そのお付き合いしてでこう結婚してでこういろんな段階があるじゃないですか。そこでやっぱ男女間って変わっていくんだなっていうのはやっぱこの映画ですごく描かれてるなと最終的にはあんなに歪み合うのかっていう思うと結婚ってやっぱ試練なのかなって、ね、僕ら世代はやっぱ思いますけど、でも、まあ、さっきの話にちょっと僕は戻っちゃうんですけど、そのまあ自分の両親に自分の子供を見せる、まあ孫ですよね、こう早く見せてあげたいなっていう気持ちにもやっぱなるんで、だからまあ、まあ、リアルなところでいくと、まあ試練な部分も結婚ってあるのかもしれないですけど、まあ、そういうハッピーな部分もたくさんあるなっていうのは思いましたね。ありがとうございます。はい、だから友情、愛情、同情っていうね、うん、あ、同情、最後同情なんですよ。あ、名言出ました、名言ですね。名言出ました。まあ、だからお就活ってね、だからあの2つあるんですよ。で、僕のここで描いてるお就活っていうのは、まあ、2つ描いてるんですけど、この人生100年時代の過ごし方っていうのは要は終わるまでの活動なんですよ、うん、
だからまあ、普通ね、終わったらどうするのって活動をやるんでしょうけど、だから、まあ、大きい人生のイベントでね、さっき水野君言ったけど、結婚があり、出産があり、まあ、会社の定年があり、その次ないんですよ。だからその次の大きいイベントって自分がなくなることなんですよね。だからそれまで皆さんどう生きますかというのが就活のテーマなんですよね。だからそこのやっぱ考え方をどうするかによって、その残された何十年が幸せになるのかその同情のままずっといくのか愛情にまた同情が愛情になるのかとかあるんですよ。もう思い出だけですよ見方は思い出だけですよ